知らせはしません。小一は浅井長政と力を合わせ賊を撃退した。だが平穏な日々は長くは続かなかった。信長が浅井家との約束を保護にし、浅井の古くからの盟友朝倉家を攻撃したのである。長政は盟友朝倉との義、兄信長への義、そしてお市への愛の狭間に迷うも、ついには槍を取り織田軍追撃を決意する。突然の浅井軍襲撃に織田軍は溃乱、金ヶ崎より撤退を開始する。小市もまた長政と共に信長追撃軍にあった。これも定め、私はあの人と共に戦うだけ。第2話金ヶ崎撤退戦、あの藤の花を胸に。義の名のもと、我らは織田を討つ。全軍追撃せよ。義に落ち、信長を裏切るか。浅井長政。決める。一、すまん。兄上のこと、つらげる。手柄立てるで、決まっていこう。運を抱き、今大使がためお主を立つ。全朝倉を止めよう。浅井と合流させるな。下郎に包囲されて援軍も出せぬわ。予想通り長政が朝倉戦朝倉その報復は恐ろしかろう。信長の退却、見事止めてみせよ。逃さん。家計部隊、作戦を開始せよ。いざ尋常に勝負。信長を逃がしてはならぬ。全
妻の解消、そろそろ私も出るとしましょう。悪いが、裏稼業はこちらの方が一枚上手でね。信長様を阻む、撃たせていただきます。一発で行かせてやるぜ。救援かたじけない。まさかこのような日が来ようとな。敵将撃ち取りました。リーチの働きでそれがしが救われている。死ぬないね、世の女性が泣きか。諦めないぜ。俺は必ず。私が目指すもん、お前には止められん。おいつ様、裏切り者の浅井なんて捨てちゃって織田に戻ってくだされ。そして、わしキャッサル、ジーです。リーチ、そしてすまる。長政さんのことを思えなぜ信長様に刃向けるのです。それがしの位置を守らねばならぬ。長政氏が火を貫くためにせなきこと、どこにお供いたします。
など。お見事でございます。お市様、覚悟の上なんです。あげます。かわいそうだけど、あの人は嫌ですね。分かっています。どうか。